登録といいね、うんうん、あんにゃー。はい、皆さんこんにちは、コサロです。僕が最近やってみたいと思ったのは、金城スカイさんが韓国で歌った曲があると聞いて、それは動画で聞いて、僕のリアクションをやってみようと思います。でもこのリアクションのポイントは、どんなにハングルがなのかわかんない。とりあえずハングルどのように話しているのかを、韓国人の目線で韓国人はどのように聞いてるのかをちょっと話してみようと思います。じゃあ早速見てみようと思います。GO のハングルバージョンと書いてますね。かっこいい、かっこいいじゃん。いや、なんだ、え、あ、いや、ショック、ちょっと待って、ちょっと待って。え、なんか今、本当になんか新鮮感、なんか、ちょっと待って。え、なんか今、ちょっとなんか、頭痛い。いや、これやばいですよ。やばいよ。え、なんか今僕は普通に話じゃなくて、え、わ、あ、ちょっと皆さん、俺これ歌、俺この歌終わると俺話します。わ、皆さん、僕ここではっきり話します。スカイさんは僕の要素、僕も素直な人とこの動画を初めて見たんですけど、その動画を見る前になんかどんな流れかなというのを考えるじゃないですか。でもスカイさんは、素直な人と僕が要素したその全ての部分がなくなりました。まるでスイカを食べるじゃないですか。スイカを食べるために僕が切ったのに、ナイフで切ったのに、いきなりこの中が赤じゃなくて青いスイカが出たみたいな感じ。スカイさんが韓国人の自分へのハングルリアクションの動画を見つけて見たと思うんですけど、もしかして僕の動画を見たらですね、スカイさんに話したいことが、絶対にハングルの勉強諦めないでください。真っ直ぐ素直に話します。僕は韓国人として今まで本当に多い外国人がハングルを歌った動画を見たんですけど、スカイさんの声は、スカイさんの声自体がそうだと思うんですけど、ハングルを話すときにたまに発音が、スカイさん自分の発音が出る時があります。でもその出る時がめっちゃくちゃセクシーです。韓国人の僕でも真似ができないセクシーさがあります。真茶。スカイさんは多分ハングルが喋れる方々じゃないかなと思います。なぜかというと、普通にハングルをなんかこの歌で歌ってもですね、それを一つの発音をなんかちゃんとするためにいろいろ努力するんですけど、スカイさんはそれじゃなくて、一つの一つの文字、そのハングルの、ハングルというのを一つ一つの文字じゃなくて、それを一つの文章として読むのが見えてます。しかもあそこで自分の声、なんか本当になんかスイート甘い声がこの歌で、あ、どう話せばいい、なんか、あ、なんかびっくりする、なんか衝撃みたいな感じで、こんなに歌をこんな綺麗に歌うのができるみたいな感じで、いや、素晴らしいと思います。
日本人にとって豆ちゃんが難しい難しいって言ったら、そのパチシブもどんなにセクシーにそれを発症したのかについて皆さんに話したいです。なのでここでちゃんと頼みます。お願いします。カイさん、もしかしてこの動画見たら、ぜひもしかしてファンたちがいると、韓国人の僕が保証します。ファンたちがいるとぜひ伝えてください。スカイさんのハングルは、今まで韓国で活動した他の芸能人とは全然違う感じの自分の声のハングルがあるし、このハングルを自分の声でちゃんとなんか全部自分のものにして話してるのが本当に素晴らしいと思います。ぜひ僕本当にお願いします。これからもスカイさんのハングルずっと聞きたいです。絶対に聞きたいです。ハングルの番組でもどこでもぜひハングルを使ってください。僕としてこんなに日本の芸能人の中でこんなに綺麗にハングルを話した方々、多分もちろん僕が日本人の芸能人がハングル話したのをたくさん聞いたのないと思うんですけど、とりあえず今まで僕が見た方の中では、スカイさん自分なりの感性がある、なんか新しい独特なハングルがちゃんとあると思います。はい、もしよかったらいいねと登録までお願いします。はい、皆さんバイバイ。あ、元気がいっぱいコタロ TV、 可愛くないけれど高テンション、疲れる時コタロ TV、 元気パワーコタロ、アスロー超超コタグミ、新劇ニコニココココタロ、野中ショープデチャラティロトラ、ニコニコココタロ。